こんにちは、エンジニアファーストの丸山です。今回は面談で落ちまくるエンジニアの特徴3選をご紹介したいと思います。 SES エンジニアやフリーランスは面談をする機会が多いですよね。面談がうまくこなせないと希望する案件にも入れません。せっかくだったら自分が希望する案件に入りたいですよね。私は今まで800名以上のエンジニアさんと会ってきました。その上で100回以上面談の同席もしてきました。僕も過去にエンジニアの経験があり、面談を受けたこともあります。今回は僕の体験談とデータをもとに面談に受からないエンジニアの特徴をご紹介します。エンジニアの面談はスキルだけを見られるわけではありません。むしろスキルより人間力を見ている企業が多いです。なのでスキルが良くても面談で落ちるケースもあります。逆にスキルが足りなくても人間力があれば合格を勝ち取ることもあります。今回元気がないとか挨拶をしようとか、そんな当たり前の話じゃありません。この動画を見ていただければ面談でやってはいけないことが分かり、さらには対策までご紹介しています。その上で今後は自分で案件を選べる立場になります。動画の途中で年収アップのお話もしていますので最後までご覧ください。それでは見ていきましょう。面談で落ちまくるエンジニアの特徴、その1、面談中一回も笑わない。面談中って確かに空気が重く、質問をされることも多く、なかなか笑える雰囲気ではないと思います。ただそんな中で一回も笑顔がなく面談を終えてしまうと面談に落ちます。その理由は印象が良く見えないどころか印象が悪く見えてしまうからです。面談のような緊張の場で淡々とこなしてしまう人は相手の印象にも残らず、それどころか現場に錯覚しても人間関係がうまく構築できないというふうに思われます。なので面談中一回も笑顔を見せない、笑わないというところは改善しましょう。その2、自分の経歴書を上から下まで読み上げる。面談をしていると必ず自分の経歴を説明する場があります。その時にダラダラと上から下まで読み上げてしまう人は面談で落ちます。それは NG です。その理由としては相手側も読んだらわかるからです。これはかなりやってしまう人が多いです。ではどうしたらいいか、簡単です。書いていないことを補足情報として伝えましょう。自分の経歴を説明する前に必ず相手から案件説明の場があります。そこで相手がどのようなスキルの人を求めているかを察知しましょう。もちろん類似経験がある箇所は再度読み上げても問題はありません。ですが自分の経験を全て経歴書に書くのもなかなか難しいです。なので活かせる経験をピックアップして、さらにそこを深掘って書いていない補足情報を伝えるようにしましょう。これをやるだけで相手側からの印象はかなり違います。面談に落ちる人は書いてあることを読み上げるだけです。それでは自分のスキルは伝わりません。3つ目に行く前に1点お知らせがあります。現在エンジニアで年収を上げたい、自分の市場価値を知りたい、独立したい、こちら当てはまる人は概要欄の公式 LINE からお問い合わせの方をお願いします。現在無料で質問や相談、ご自身の単価の査定なども行っておりますのでお気軽にご連絡をお願いします。その3、結論から言わない。面談をしているといくつも質問をもらいます。その時に結論から言わない人は面談に落ちる傾向にあります。エンジニアとして現場に入っていたりエンジニア研修を受けていると、まず教えられるのが結論から言いましょうというのがこの業界の特徴でもあります。面談を受けているエンジニアさんで結論を最後に持ってくる人は途中で何の質問だかわからなくなってしまって、結局質問と回答が全く噛み合っていないといった現象がよく起きます。こうなってしまうと意思の疎通が取れていないと思われてしまい面談で落ちます。そのためにも質問があった際はまず結論から伝えましょう。でその後に補足情報を伝えるようにしましょう。